では自宅でできるウォーターバッグを使ったトレーニングをご紹介いたします。一つ目は、デッドリフトです。主に使っている筋肉はお尻、太もも、そして背中の、脊柱起立筋ですね。まあ、腰の周りの筋肉はたくさんコアを使っております。普通の重りのウェイトと違いまして、中の、水が揺れます。左右このバランスを取ることによって刺激が強く体幹に伝わります。10回から20回を1セットとして、自宅で2セットから3セット行ってみてください。はい、2つ目はツイストです。まずできる方は肘を90度に持って、自分のお腹の前にウォーターバッグを持ってください。で、左右にひねっていきます。で、使っている筋肉は お腹の腹直筋ですね、外腹斜筋、そして背中の脊柱起立筋と腰横筋あたりを使っています。お尻周りの筋肉も使っておりますので、体幹を鍛えるのに一番いいトレーニングです。ご覧のように中の水が大きく移動します。移動することによって遠心力が加わり、より体幹を鍛えられますので、右左で1回、これも10回から20回を1セット、2セットから3セットを目安として自宅でトレーニングしてください。3つ目はランジスです。前足に出した方にウォーターバッグをひねります。主に使っている筋肉は太ももの筋肉、足裏のハムストリングスで、お尻の筋肉ですね、大臀筋を使っています。ご覧のように中の水が大きく揺れますので、より体幹、太もも、お尻に効くことができます。効かせることができます。で、この動きでもう慣れてしまった方、より刺激を強くするためにこのようにしてください。上に担ぎ上げます。で、ウォーターバッグを垂直に落とします。出した足の方に落とします。出した足の方に落とします。こちらも右左で1回、10回から20回を1セットとして、2セットから3セットを自宅で行ってください。まあ、こういった体幹のトレーニングはとても重要なトレーニングになります。腹筋、背筋、まあ、足腰ですね、太もも、お尻の筋肉、こちらをまずバランスを鍛えることによって、まあ、木で言えばこの幹の部分がすごく強くなります。もちろん腕だったりとか、ふくらはぎだったりとか、そういった部分の筋肉も必要なんですけども、そういったものは木で言えば枝の部分になりますので、一番大切なのは体幹になります。実際に戦う時も体幹に、大きな圧力を感じますので、その相手の力をですね、しっかりとこう跳ね返せる、自分のバランスを保てる、そういった筋肉が必要になります。そのために体幹の筋肉が必要になります。まあ、無理のない程度でご自宅でトレーニングしてみてください。毎回ローコンバットで、こういった体幹を鍛えるトレーニングは、ローコンバットで、いつも始まる前に30分間たっぷりとトレーニングして、それから、技術の練習に入っています。体幹を鍛えて強くなりたい方、体験トレーニング募集中です。ぜひ体験にお越しください。